かぼちゃ、あの金色のやつ。あーこれか、これか、やったー。とりあえずかぼちゃん取りました。あーレグラー乗った。まあネクストで揃えちゃったけど、あほらほらエピソード、エピソードほらシークレットストーリーボーナス、ほら上決戦までついたんだけど、やったーやったー、うわーでっけー200ゲームです、200ゲームです。すごいな、もう飛沫が自分がどれだけツバ飛んでるのか分かりますよね。俺はこれ雨だからね、雨だからね。でもあんまその飛ばないタイプなんだろうな。うん、ふーちゃんはね、あんま飛ばさないようにしてる、してるんでしょ、うん、俺もバーってやっちゃうから飛ばさないようにしてるとかできる、なんかちょっとあんまりベルを動かさないようにしてる、なんかさーとかパーとかを強く言わないようにしてる。プロですよ。感情のキックがないって言われちゃうんですか。そっか、確かにちょっと感情そう、楽しそうじゃん。楽しいよ、うん、楽しんでる、出てる時は楽しいよ。まあ純蔵がね一元まだり、少ない代理ですので、やっぱりですね、ボーナス絡めながらですね、でボーナスいけば、女王決戦にも近づくといった形ですんで、3択、ああああ、な左中中中中スイカね、おーナイスナイスナイス、やったぜ、キダじゃねえけどやってくれますわ、ナイス。まあ、うーちゃんはディレクターね、ディレクターにマジャロ5教えてもらってるだろうから、どういった感じでね、楽しむのか今日見物なんですけど、まあそれよりもねやっぱり、おおチェリー、それよりもやっぱりね負けてくれないとね、皆さん面白くないと思うんで。特にあのブラッドアイが揃わず残り ART ゲーム数が30を切りましたけど、案外ねレア子役とか本当いけないとまあこうなるんですよね、この台はね。いやゼロブラッタイは相当痛いな、この ART ゲーム数で。すごい3連続ベル、おレア子役の子ここかい、回んねえかな。まあ今この4連続でベル3連とレア役だから、これチャンスオンだったらもうまた戻してるんですけどね。ここで回るか、あーダメだね。ということでブラッタイは揃わず220ゲーム消化しました。ですがここから、はい、すごい今ベル揃ってたからな、めっちゃ怖いんだけど、はい、アウトですね、2冊ですということで1ゲームで落ちるっていう、ありがとうございました。まあですがいいです、ファーストアタックとしてはめちゃめちゃ楽しかったから。すげえ落ち出したんだけど、あ、ボーナスかも、いや、マジかボーナスかもです、今 RT 中なんで、あ、激アツ一番ボーナス期待度が、まあボーナスですねすごいね、まあ、通常のボーナス見せれるからいいっすわ。はい、あざす、まあ、あざす、はい、はい、このまま狙っていきましょう。はい、まあ数ゲーム前に、本当に2、3ゲーム前にビッグを引いてれば
とかいろいろありましたけど、そんなのはどうでもいいっす。消さなきゃならねえんだよ。で、今煽りがありましたね。これで、ベル引いた時の抽選ですね。第3まで行けば、ブラッドタイガー揃う可能性が次のレバーにある。はい、1回あった。はい、この時点で ART 突入期待度が 20% まで跳ね上がります。1回もブラッドタイガー揃わないと 5% ですね。で、2部パートなんですよ、ビッグは。で、あと54枚払い出されると、その、オーラの昇格の抽選が行われなくなります。で、その後半パートで、今のオーラを参照して、ART 入るかどうかの決闘が行われると。うわー、1段階はやだ、きついな。2段階ぐらいまでいっといてくんないと、これは結構やばい。はい、で、アオーラなので ART 期待度が 20% で演出ジャッジメント。で、チャンスアップがあるかどうかですね。それ次第、ほとんど。どうだっけな、最後のところの背景の色とかだったっけ。あー、デモだね。ちょっと弱いような気がする。こっちが倒れれば、あー、で、ここ開くんですけど、それがまた気持ちいいんですよ。で、一応復活もあるけども、あー、残念だったと。はい、今回は 20% は通さずと。で、ビッグ5、ボーナス5はですね、必ずチャンスは入るんですけども、この際に関しては抑止が5体、最高5体になっちゃいます。で、デモが5なんですよ、結構。きついっす。今、僕、出玉ね、ちょっとプラスだったんですよ。50枚ぐらいかな。50枚、100枚ぐらい。なんで一旦ね、ビッグヒップの方にビッグヒップの方に行きたいと思います。レギュラーね、うん、めっちゃ余裕そうじゃん。なになになに、なに見に行くか。あ、俺ここじゃねえや。まあそんな変わんないじゃん。そんな変わんないじゃん。余裕。え？なんだよ、驚かせやがって。なんでついてくんの？なんすか？何？ねえ。え？なんすか？なんすか？いや、なんか余裕そうな顔してるから。はい。なんかすごいんかなと思ったら、なんかそう変わんないじゃん、そんなに。いや、だってもう六角出たもん、今。嘘。ねえ。マジ。マジマジ。マジで、うん、マジマジ。いや、まあ、いや、めっちゃ、唖然としてない？六だから勝てるとは限らないよ。まあ、勝てるかどうかわかんないですけど、まあ、安定しちゃうんで、まあそこだけだ。俺だって6だもん。多分6だよ。 6？ うん、マジで、うん、6っぽい。うん、マジで。何今の、コクコクってやつは。マジで6だろ、うん、やっぱり、うん、サイバーさん強いからさ、マジアロマイブ。そうだよ6なんだ、うん、え、ちなみにどう、面白い？面白い。これから面白いことになりそう。今レギュラーだからあんま意味ないよ。結果は入るけどな。レアルティングレギュラーだから、まあ、ストップチャンス。そうだよ。そうだよ。じゃあ、うーちゃん。ART 中のレギュラーの、カモチャンス発生率いくつ？いや、目見んじゃねえよ。目見んじゃねえよ。俺の目見とけよ。おい。まだ聞いてないよ。まだ、まあ、教えてもらってない。まあ、かなりの確率高いから、レギュラー中はね、ビッグよりも。そうなんだ。今、まあ、箱出す大チャンスだけど、あと、ちなみに、景色によっても設定差あるから。景色？景色っていうか、春夏秋冬。季節。
そう、あるから。あー、そっか。でも見てた方がいいよ。6なんでしょ。うん、6で、俺の子6だから。あ、そう。じゃあ6対決だね。6対決だよ今日。マジか。じゃあまあとりあえずまあ設定6に、どうぞどうぞ戻ってください。どこ行くの。え、何、どうしたの。何してたの。うんちゃん、うんちゃん、うんちゃん、いいよ。いや、マジで。あ、うんちゃん、いい。あ、いい、あれさ、今 ART 一緒だから俺変わるよ。あ、いい。あ、いい。あの、うんちゃん、うんちゃん、ちゃんちゃん、いい。ちょっと待って待って。いいよ、やっぱいいよ。いや、あの、ちゃんとあのソーシャルディスタンスしてちゃんと拭くから。あ、いい、いい、やっぱいい。あの、あれ6じゃないからさ、あげるよ。なんだよ。あげる、あげる。いや、やれよ、自分やってんだから。俺やるから。なんだよ、自称6。嘘かよ。ふざけんな。返してよ。え、返して。あの、かぼちゃが増えたじゃないですか。あー、そっか、あ、あれがチャンスアップ。
そうそう、あれがないって揃ってたら確かに恋上手だ。あー、そっか。クロニクルバトルっていうのはなんか熱いのかな。当たってる可能性が高くて、うん、で、勝った時はワルカボ、まあ、ルーペストックで持ってる、うん、カボキャンスをもらえる。あー、そうなんだ。おー、めっちゃ熱い。あ、これマジ熱い。まあまあリーチ目なんですけど、だから特殊薬引いたから、うん、おお青狙って、まあどこでもいいって。まあこれはもうリプレイなんで、まあ、こうなると青7じゃないんで、アンがやる気に消化するまで揃えることはできない。マジアロー5ってそんなあのがっつり、2000枚とか出ない台なんですけど、ほんとねウーチャの場合そのなんだろうな、本当はないんだけどね、そういうの相性みたいなのがね、そのサラバンとかだったら変に出したりとかするじゃないですか。だからそうなってもらうと困るんですよマジアロー。ちょっと今回気に入っちゃって
これからね勝負事になるたんびにマジャロ5行かれると、このオールさんの状況的にも俺が間違いなく不利になっちゃうから、そうだからできればまあそのもちろんのことマジャロをね、まあパスロー楽しさっていうパスローの楽しさっていうのを伝えてほしいんだけども、うん、今日はマジで爆死してほしい。多分うーちゃんがそのワルカボとかね、ワルキングカボチャンスとか入ったとするじゃないですか。したらよく分かってないと思うんですよ、いろんな意味で。したら D が教えてあげると思うんで、絶対来ると思うんですよ、何か起こったら。うん、まあだからそれまではまあまあ大丈夫なのかなと、安泰なのかなと思っているんですけど、やっぱこれも声持ち悪いし。小型コイ来ない。まだチャンスの1回もクリアしてないぞ。 OK、 レア500濃厚。おちゃんめじゃない。うわあっち、うわこれ2回いく、パンパン、うわーボーナスない。緊張する。木田さんが顎で使われたんで、こうやって行くぞっつって、はい、もう下皿風前の灯火ですけども、はい、お披露いただいてまいります。
設定差がある。何の季節から始まったの？春から始まった。春から始まった方が降雪ってほど春から始まりやすいとか。あ、そうそうそう、なんでなんでだ。へー、1から12が 12.5% で、まあ設定6だと 25%。 あー、もう1回ぐらいじゃ出たら、まあ、かなり、まあ、ちょっとね、難しいって判定されます。まあ、そっか。いや、違うよ、なんかさ、ほんとに一回ホーペロードなりドッキリ仕掛けたことあるんすよ。引っかかりそう。だってさ、こんな俺が急にさ、あーまあ、おお、やっべー、角台が大変なことになってる。え、なに？角台が大変なことになってる。角台が大変なことになってる。なんで？ガルカボループっていう、あのね、もうね、11個ストックしてるね。マジで12個目えぐっ。いや、えぐいね。あれはもう引き？引きっすね、完全に引き。すげえすげえ。え、うわ、やべえ。え、あ、やばい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 。大変だ大変だ大変だ。あ、13個で、ワルカンを。あ、大変だ大変だ